皆さんこんにちは、かねです。今回は婚活動画撮っていきたいと思います。 YouTube のコメント欄で募集した婚活相談と、あとは前々から YouTube にアップした過去4つの動画のコメント欄でいただいた婚活相談に乗っていきたいと思います。まず1つ目、仮交際してる人が優しいは優しいんですが顔が好きじゃない。でもなかなか顔が許容の人も少ない世の中すぎて辛いよいただいてるんですが、なんかさ、こういうことをさ、リアルで友達とかに相談すると理想が高いんじゃないって言われちゃったりするかもしれないんだけどさ、この気持ちめちゃくちゃわかるのね私、自分がまだ自分のことを知らない、自分のメンタルがぐちゃぐちゃの時にマッチングアプリとか合コンとかで、その当時の私なりに真剣な出会いを求めて100人くらいお会いした時にもすごく悩んだことの一つだったんだけど、私はその中でね、2つやり方を見つけたんですよ。1つは前も動画にしてるんだけど、完璧な顔を探すんじゃなくって、自分の好きな顔のパーツを理解して、そのパーツを持っている人だけ申し込みまくるっていう方法が1つ目。これはね、前この動画で紹介してるのでぜひ見てみてほしいんだけど、私はちなみにね、鼻がこう三角形でスッてなってる人と、笑った時に涙袋がぷくっとする人がいいなって分かってたのが50人ぐらいあってやっと分かったんだけど、なんか自分の前付き合ってた人とか、なんか芸能人とかでも、この人のキャラはそんなに実は好きじゃないけど顔はめっちゃ好きみたいな人とか、なんか10人ぐらいピックアップしたら何かしら共通点絶対見つかるので、自分がどんな顔が好きなのかをまず理解することが手っ取り早いと思います。で、やり方その2、2つ目はイケメンのプロとして生きていくそれはどういうことかっていうと、自分も努力が必要だと思っていて、それはね、自分自身が美に磨きをかけるとか美しくなるとかそういう意味じゃなくって、もっと合理的に原石を探せる人になるみたいな、よく例えで出させてもらうんだけど、私ね、ゼベワンのハンビン大好きなんだけど、ハンビンのデビュー前の写真が結構衝撃的だなと思って。だけど人ってダイエットと眉毛と髪型ってかなり変わるんだと思うんだよね。ちょっとお直しが入ってるかは分かんないんだけど、でもさ、ちゃんと面影があるじゃん。だからこれくらい見極められる努力が必要だと私は思います。なんか顔が許容の人が少ないってことは、多分結構ピンポイントなパーツを好んでいるのだと思うから、自分の好きなパーツを理解した上でもうイケメンの原石を探す努力をすると、婚活のモチベも上がるんじゃないかなと思います。てかね、結構美容室を表参道とかにあるようなちゃんとおしゃれなところに行って、眉毛を変えるだけでも本当に人って顔変わるので、変えられるものでもあるし、これからも変わっていくものだからさ、どんなイケメンでも年取っていくじゃん、顔って変わるものだから、その変わるものを軸にしちゃうとちょっともったいないと思っていて、とはいえ顔も大事っていう気持ちもわかるから、そこは合理的にいくのがおすすめです。あとはやっぱり婚活の軸をしっかり見つけるっていうのも大事なステップなので、心の充実度、パートナーと一緒にいる時の心の充実度をぜひ言語化して、婚活の軸を見つけてみるとお相手選びに変化が出てくると思います。では2つ目、先日お会いした方と仮交際に進むことになりました。 LINE のテンポや趣味、優しいところなど内面的なところはいいなと思う面があります。しかし前歯が斜めに生えている出っ歯で、かっこ言い方悪かったらすみません、気になりちょっと引いてしまうところがあります。軸の中に生理的に受け入れられてキス以上ができる人を挙げています。あかねさんなら今後も会ってみて、やはり気になるようだったら交際終了しますか？私の器が狭いのでしょうか？っていうご相談なんだけど、このご相談のコメント欄の返信部分に別の方が、前歯だったら矯正でなんとかなるんじゃないみたいな書かれてるのを見たんだけど、確かに前歯って多少お金はかかったとしてもしっかりまっすぐになると思うんだよね。でも多分だけど、この相談者さんは惜しい方向に進んじゃってるんじゃないかなと思っていて、軸の中に生理的に受け入れられてキス以上ができる人っていうの
が入ってるんだけど、なんかね多分その軸がちょっと違いそうな気がします。キスができるできないとかスキンシップができるできないっていうフィルターが入っちゃうと誰も選べないんですよ。これはなぜかっていうと、一旦ドラマにあるような展開を忘れてほしいと思ってて、例えばなんか出会った時からピンときてみたいなあるじゃん、そういうものじゃないと思ってて、現実世界は一緒に生きていく人をそこで判断するのってめちゃくちゃもったいないなと思っているんですね。それを前インスタライブで言ったら、でも生理的に受け入れられない人とどうやって子供作るんですかみたいに言われたりしたんだけど、なんかそういう意味でもなくて、まず人間の仲が深まるステップにはたくさん段階があって、まず初めましてで知り合う、でなんとなくどんな人か知っていって、で自己開示自分がしていって、自分が自己開示すると相手の本音が見えるから、こういう人なんだっていうのが分かってくるじゃん。でそこから本音を見せ合ってお互いの心がまず裸になることが最初で、心と心がつながった後にやっと生理的に思えるか思えないかっていう段階が来ると思うんだよね。だから心がつながっていない段階で生理的に見れる人はいないんだと思います。その理論で言うと、例えば世の中のワンナイトラブとかはどうなるんだって思うと思うんだけど、あれってただの性欲でしかなくて、一緒に生きていく人を探す脳みそとは違う脳みそで選んでいる相手だと思うんだよね。もちろん中にはそのまま結婚して今も仲いいですよっていうご夫婦もいると思うんだけど、でもそういう人ってそこで悩まない人だと思うんだよね。だけど結婚相談所にいる大多数の方はじっくり選んで決めたい方がほとんどだと思うので、結構こういう悩みのご相談をもらうことが多いんだけど、じゃあどうしたらいいかっていうと、まずは心がつながれる人を探すのが最初で、心がつながれた先に生理的にどうかっていうものがあるものなので、軸の中に生理的に受け入れられるがあるのはなんかちょっと違うような気がします。私は多分軸って何個かあると思うんだけど、その今挙げてくれてる生理的な部分の他の軸がどんなもんなのか気になるんだけど、 LINE のテンポ、趣味、優しいところなど内面的なところはいいなと思う面があります。だから多分自分には刺さってないんじゃないかなと思っていて、なんか優しさってめちゃくちゃいろんな種類があるんだよね。例えば離れたところで無言で見守る優しさがあったり、近くで一緒に寄り添ってくれる優しさがあったり、優しい人っていう一つの括りの中にもう十人十色の求めている優しさがあると思うから、どういう優しさを持っている人だと自分の人生が一緒に生きていける相手として豊かになれそうなのかっていうところまでもっともっと掘り下げた方がすっきり婚活できるようになると思うので、そこを一度見てみてほしいなと思います。分かんない時は紙に書き出していって、優しいから始まって、例えばどういう時にどういう優しさなのか、言葉なのか行動なのかとかいろいろあると思うんだけど、もっともっと掘り下げて自分だけの表現でいいから探してみるといいと思います。例えば私の軸はこんな感じなんだけど、優しさって入ってないの。だけど優しくなくていいわけではなくて、一番最初にレスポンスってあるんだけど、これは LINE にしても会話にしてもどんな些細なことでもちゃんとレスポンスがあるっていう意味なのね。言い換えると LINE の返信がマメとも言えると思うんだけど、まあ、それもある意味優しさじゃない。だけど優しいだけだとちょっと軸としては抽象的すぎて、どう優しくあってほしいのかが分かりにくいからこそ、優しいんだけどなんか違うのが起こるんだと思います。次の気軽さっていうのも、お相手が優しい人だったら気軽に何でも話せるだったりさ、なんかもうベースに優しさがある、思いやりもそうだし、あと仕事を応援してくれるっていうのも、あとカプチーノへ愛情を注いでくれるっていうのも、基本は優しさからの行動だったり心理的なリアクションだと思うから、軸に優しさがあって、優しいんだけどなんか違うが起こってる人は、優しさを持って
と噛み砕いて自分が本当に求めている真の言葉、真の軸を見つけてみると変わってくると思います。なので多分軸が違うから、なんか前歯がとか何か違うっていう証拠を見つけるために違うところに目が行くのかなって思ったりしました。それくらいね、軸って本当地図なんだよね。まずは地図をしっかり作るっていうのをやってみてほしいなと思います。なんかそのために自分を知るってすごい大事なんだよね。ということで3つ目、35歳で婚活中のものです。おそらく婚活の裏で起こっていたことの動画だと思うんですが、さらりと知りたい気持ちがあったとおっしゃってたかと思うんです。私がね、今のあかねさんを見てると、もちろんそういったものを乗り越えたんだなと分かりますが、旦那様には過去にそういった気持ちがあったことなど話したりされてるんでしょうか。私は今付き合っている方などはいないんですが、強いストレスのせいやPMS のメンタルの面の影響で自殺願望があった時期がありました。今はピルやカウンセリングなどでだいぶ落ち着き普通に生活できていますが、もしまた同じような環境になったら再発するのではないかと怖い気持ちがあります。当時の彼には受け入れてもらえなかったこともあり、婚活をしていてもこの人は私のそんな面を受け入れてくれる人なんだろうかと疑いながらになり、当たり前ですがうまくいきません。旦那様にはそういった面はどのように開示されていったのか気になりました。 T さんが私が過去にそういう気持ちがあったということを知るきっかけは2つあって、ちょっと特殊な状況なんだけど、まず1つ目は仮交際初日なのでお見合いして、次なので2回目に会った時に自分が YouTube をやってることを言って、でなんかその場でチャンネル名を探してくれたのかな、多分登録だけしてその場はバイバイってなったんだけど、その次にドライブに行ったのね。あ、カプチーナと初めてご対面ということでドライブに行ったんだけど、その時にあ動画見ましたよみたいな感じで、その私の婚約破棄の動画もやっぱり見てくれたみたいで、多分その動画で知能と思ったみたいなことも言ってたと思うんだけど、まあ、それについては特に触れず、なんか大変なことがあったんですねみたいな感じで優しくさらっと感想をくれました。なので私のその過去の気持ちだったり、まあ、そもそもそれを動画にしてることだったり、まあ、それを見て無理だと思ったら多分その場で仮交際解除してると思うから、まあ今日ドライブに来てくれたってことは、まあ過去は過去って感じでなんか受け入れてくれたのかなっていう感じで、まあ、私もあんま気にせず過ごしてました。で2回目は相談者さんとちょっと似てるんだけど、私もね PMS っていうか PMDD 月経前気分障害だっけ、なんかそれが本当にひどくて月に1回理由もなくどん底になっちゃうみたいなのがあったので、それがあってで私は低用量ピルを飲んでるよっていうことを話したことがあると思うんだけど、なんかそれ結婚後だったかもしれないし、どうだったかな、なんか私にとって昔自殺願望があったことって、なんか昔泥水に転んだことがあるくらいの出来事って言ったら、なんかちょっと軽すぎるように聞こえるかもしれないんだけど、なんか大事なのって今どうなのかなのかなと思っていて、私自身がそうだから T さんも多分過去の私がどうだあだよりも今の私を見てくれてるのかなと思います。最近結構私動画でも昔の闇をたくさん話してると思うんだけど、その動画も全部見てくれるし、あとは普通に喋ってて私の昔のこじらせエピソードとかを T さんに言ったりすると、なんでそんなんだったんだろうねみたいな感じで、今の私を見てくれてるから過去の自分のメンタルについても罪悪感だったり重荷だったりっていうことも思ってないし、まあ、人間さ生きてればさ、これからどんな気持ちになるかってみんなわかんないじゃん。例えば40歳まで一度も自殺願望がなかった人が不運なことで初めてつまずいちゃってそういう気持ちになっちゃうかもしれないしさ、これからのことは誰もわからないじゃん。だから過去とか未来ではなく一旦今どうなのかが大事だと思います。で多分この相談者さんは当時の彼が受け入れてくれなかったことがちょっとトラウマみたいになっていて、そんな自分ではダメだができちゃってるんじゃないかなって思うんだよね。
でもこれはね、婚活する上である意味ラッキーなことでもあって、自分が抱えているそういう面を見せられるかどうかっていうのが軸の一つに入ってるんだと思います。どんな面でも見せられる相手っていうのが軸なんじゃないかなと思っていて、多分そこが相談者さんの中でも人生で大きなことの大切なことの一つなんじゃないかなと思うので、それをねぜひ軸に入れて、この人なら話せそうかなとか、この人は受け入れてくれるかなっていうのを見極めながら何回か会っていく中で、そろそろこの話してみてもいいかもっていうタイミングが来た時に喋ってみるっていうのをやってみるといいと思います。やっぱり人間なので、徐々に心を開いていく生き物だからさ、お互いに何でも自己開示って言って、あ、初めまして、私昔自殺願望があったんですってなっちゃうと相手もびっくりしちゃうから、まず初めましてからどういう人か知っていって、まあ、軽くジャブ打つような感じで自分の内面をね少しずつ開示していくと、お相手のことも少しずつ分かってくるから、話せそうだなっていう人に、話せそうだなっていうタイミングで今送ってくれた内容をそのままその方に言ってみたらいいと思います。強いストレスのせいや PMS のメンタルの面の影響でちょっと心が疲れちゃった時期があったんだっていうのと、もしまた同じような環境になった時に再発するんじゃないかっていう怖い気持ちがあるんだっていうのと、昔付き合ってた方には受け入れてもらえなかったからすごく言うのが怖かったけど、そう、実はそういうことがあったんだっていうのを言ってみたら、お相手の返答で多分彼の本音が見えると思うので、何とも思わないっていう竹を割ったような性格の方かもしれないし、ああそうだったんだっていう感じでその気持ちにすごく寄り添ってくれる方かもしれないし、言ってくれてありがとうっていうリアクションくれる方かもしれないし、お相手にどう思ってもらうかっていうところまではコントロールできないけど、自分の本音を伝えるっていうのは正当な権利、持っている権利だから、本音を伝えてお相手のリアクションで多分どういう方かが結構見える会話でもあると思うから、もうこれが最後の決め手としてもいけるぐらい、そういう意味でちょっとラッキーって言ったんだけど、自分が抱えている後ろめたさをある意味武器にしてお相手を選んでいくと、本当にぴったりな人が見つかりやすいんじゃないかなと思います。で、あとメンタルの話が出るたびに毎回紹介してるんだけど、この動画を見てぜひ栄養を取ってください。マグネシウムとか、あとセロトニンのためにバナナを食べたりとかで結構メンタル変わってくるので、この動画では言ってないんだけど、食べ物って加工度が少ない方がいいらしくって、加工されればされるほどそれを体に蓄積していくと、なんか怠惰な人間になっていくんだって。やっぱりそれでメンタルがドヨンとしたりとか、もう食べるもので体ももちろん心も作られていくから、 PMS の症状がある方とか PMDD の症状がある方はぜひね、この動画で紹介していることやってみてほしいです。私もそれで PMDD がもう一切治りました、なくなりました。では4つ目、35歳です。ずっとダラダラと婚活してたけど本気でやろうと決めて活動を開始しました。アプリや婚活イベントでなんとなくいいなと思える部分がある人と連絡先を交換して個別で会うところまでは今何人かの人とできているのですが、とりあえず繋がる人をゲットみたいな感じになってしまっていますね。これね、めっちゃわかる。こんなやり方でいいのか、休みは活動に充てる、活動のプロみたいな感じになるだけな感じがしてます。この状態から人生のパートナーを見つけるにはどうしていくといいでしょうか。まさに私も同じ感じだったのでめちゃくちゃわかると思ったんだけど、多分、ね、この方すごくエネルギーがあるんだと思うのね。アプリも続けてるのすごいし、婚活イベントって結構社交的な私でもなんかちょっと面倒くさくなっちゃうからさ、めんどくさくなっちゃって、私2回申し込んで2回とも当日キャンセル料を払って行かなかったくらいめんどくさくなっちゃって、もうその説はね、ほんとご迷惑かけてごめんなさいって感じなんだけど、ちゃんと連絡先も交換してちゃんと会うっていうところまでやってるから、この行動力があるなら絶対結婚相談所の方がいいと思います。なぜならアプリと婚活イベントってやっぱり結婚相談所の入会と比べるともう少しライトな気持ちの方の方が母数的には多いと思うんだよね。今すぐ結婚したいっていうよりかは結婚を見据えた
いい彼女ができたらいいなっていう人も含まれてると思うからさ。なのでこの行動力がある人はぜひね、結婚相談所に入るだけで出会える人が変わってくると思います。同じように本気でやりたい人の母数が圧倒的に多いと思うので、結婚相談所の方が活動のエネルギーをぜひね、相談所で発揮してほしいなと思います。私も本当に活動のプロみたいな感じになってる時あったから、めっちゃわかるって思ったんだけど、なんか私の場合はね、婚活仲間みたいな子ができて、で定期的に会ってたの、1ヶ月に1回とかで集まってご飯会、本当ホームパーみたいな感じで集まってたんだけど、そこで何か新しい報告をしなきゃみたいな感じで活動してたことがあって、今思えばね、その時はその心理に気づかなかったんだけど、なんかこのせっかくみんなで報告会するから1ヶ月間何も変わってないだと自分が自分を許せなくて、なんか動いてなきゃみたいなのがあって、でそれもさ、なんか動いてなきゃっていうのも、動いてないと不安だから、なんか進んでる方向合ってるか分かんないけど、動いてることが不安対策法みたいになっちゃってたから、やめられなかったんだよね。なんか変な方向に行ってたなと当時振り返って思うんだけど、とりあえずつながる人をゲットみたいな感じになっちゃってるって気づいていることが本当に素晴らしくて、まずこのエネルギーを結婚相談所の入会に使ってもらい、で人生のパートナーを見つけるにはやっぱり婚活の軸が大事なんですよね。地図が必要なんですよ。その婚活の軸がない状態で婚活をするっていうのは、初めて行った国に地図なしで旅行しようとしているのと同じ状態なので、まず誰を選んでいいかわからないっていう風になっちゃうんだよね。過去にね、何個か動画で軸についてお話ししてるので、それを参考にして軸も見つけてみてほしいなと思います。あともし可能だったら光マリッチの単発セッションだけでもいいし、そういうのを受けてみて自分を知るっていうのをやってみると、自分はどういう人と一緒に生きていきたいと思っていたのかっていう、そのね、気づかなかった自分に気づけて楽しいので、もし機会があったらそういうのも利用してみてほしいです。続いて、どうやったら茜さんのように冷静に自分を分析できるのでしょうか。心理の勉強をされたからですか。これもね、時々いただくご相談なんだけど、一言でお返事すると、婚活でひたすら自分と向き合ったからだと思います。あの動画にしているあの35歳の婚活っていうやつは、もうほぼほぼ自分という人間が分かった上で始めた活動だったので、軽々進んでるように多分見えると思うんだけど、この動画とかこの動画で話したような完璧じゃない自分を受け入れて自分を知っていくっていうのをひたすらやっていってだから自分を理解できたんだと思います。で、自分を理解すると人のこともよく分かるようになるんだよね。不思議と、なんでそう考えちゃうのか分からないのが気持ち悪いっていうのがあって、なんかある意味心理の潔癖なのかなって最近思う。例えば自分じゃない誰かがどうだかっていうのはあんまり気にしないんだけど、言われた言葉がなんでこの言葉今引っかかったんだろうとか、引っかかった理由が分からないとすごい気持ち悪くて、でなぜなのかを考えたりするのが多分趣味なんだと思います変な趣味。前も何かの動画で喋ったけど、心理を理解することって、机の上で心理学とはっていう風に学ぶことよりも、自分のことをどんどん知っていくことによって、あ、この感情と幼少期のあの体験が引っかかってたんだとか、このモヤモヤって自分の幼少期にお母さんから言われてたあの言葉だったんだとか、そんな風に繋がってんのみたいなのがたくさんあって、それで自分のことが分かると、似た心理を持った人に出会った時に、もしかしてさ、幼少期にさ、こんな感じの出来事あったって聞いてみたりして、なんかそれで学んでいったっていうことが大きいかもしれないです。続いて、また35歳だ、35歳です。私はなぜうまく付き合えないのか、いいなという人ができないんだろうってわからないまま今に至っています。もう35だし、今どうしていくといいのかわからないってなると、埋まっていると止まったままなので、動きながら分析していくしかないんだなって思いました。私も婚活のプロからアドバイスもらっていった方がいいのかな。こういう方こそぜひね、光マリッチのツルツルセッションを受けてみてほしいなと思います。分
からない気持ちを放っておくと過去の私のようにねどんどん生きづらくなってしまうと思うので、まずは自分を分かりに理解しに行くためにプロの手を借りるっていうのはすごくおすすめです。でも分からないままそのままにして行ってしまう人の方が本当はほとんどだと思うのね。婚活しててこの動画を見てくださっている方は多分もともと心理に関心がある方が多いのかなと思っていて、あとは自分が何者なのかを理解したいっていう気持ちが潜在的にある方が多いんじゃないかなって思うんだけど、そんなことにも気づかなくても別に恋愛もできるし結婚もできると思うのね。だけど自分のことがわからないまま選ぶお相手と自分を理解した上で選ぶお相手っていうのはその後の人生が変わってくるくらい大きな違いがあると私は思っていて、まあ、どっちが正解不正解っていう意味じゃないんだけど、自分を知りたいっていう気持ちを大事にしてぜひねプロからアドバイスをもらうというそういう行動をしてみてほしいなと思います。最後の相談はコメント上で私もねお返事させてもらってんだけど、ちょっと言い忘れたって思ったことがあったので改めてお答えしたいなと思います。自分を知ることが自己肯定感が上がることのつながりが分かりません。私はかなり自己理解している方なのではないかと考えています。こういう時にイライラしてしまう、こういう時は嬉しいなど自分の感情やどういう時にストレスを受けるかは理解しているのですが、その上で私の面倒くさがりなところ後回しにしてしまうところは良くない部分だと思い受け入れることができません。どうしたらいいのでしょうか。どうやって完璧でない自分を許せるようになりますか。まあ、これについてコメント欄でお返事したのが、1自分を知って、2許すことで自己肯定感が上がるので許すことが今の課題なのだと思います。面倒くさがりで後回し癖なのは慢性的に疲れているってことはないですか。例えば仕事や人間関係なので気を使う環境にいるなら知らず知らずのうちに疲れが蓄積されているので、家に帰ったら何もできなくなるのは当たり前です。何かを始めるために動ける段階になるまでしっかり休む癖をつけたり栄養をちゃんと取ったり対策すると少しずつ変わってくると思いますよ。私の体験談なのですが、私も同じくできない自分は許せなかったし、部屋のソファーでゆっくりすることにも罪悪感がありました。よく考えたら自分はよく頑張ってるし、頑張っていることへの評価基準が高すぎたので自分のレベルに合わせました。ソファーはゆっくりするためにあるものなのに、なんでこんなに申し訳ない気持ち、ダメな自分を感じているんだろうと紐解いていったら、幼少期にある人から言われてた言葉に縛られていたことに気づきました。なので質問者さんも面倒くさがりで後回しがなぜ人としてダメなことと思っているのかに向き合ってみると答えがわかるかもです、っていう風にお答えしたんだけど、そのなぜ自分を知ることが自己肯定感が上がるのかっていうと、自分を知ると自分を乗りこなせるようになるから自分に対しての苦手意識がなくなるんだよね。例えばさ、この MacBook Air なんだけど、これを使ってホームページ1個作ってくんないって言われたとするじゃん。その時に MacBook の使い方を知っていてホームページの作り方を知っている人からしたら、あ、わかりました、どんなホームページですかっていう会話が生まれると思うんだけど、例えば Windows 派で Mac 使ったことありませんっていう人とか、ホームページ作ったことありませんっていう人だったら、え、私が今やるんですかってい こう苦手意識、何から始めていいかわからないっていう苦手意識が最初に出てくると思うのね。なんか自分を知らないっていうのはそういうことに近いんじゃないかなと思っていて、自分という人ってさ意外と複雑なんだよね。だから本当ホームページ作るコードみたいにさ、ここのコードとここのコードがつながってるんだみたいなことが起こったりするから、心理って。でこの相談者さんは自己理解しているって書いてあるけど、もっと深く自分を理解するステージにいるんじゃないかなと思っていて、なんで完璧じゃないといけないと思っているのか、それについて紐解いていくと意外な出来事と紐づいてたりするんだよね。例えば親があんまり褒めてくれなかったとか、そういう人だと完璧じゃないと褒めてくれないから、完璧でない自分は良くない自分だっていう風な呪文を無意識に自分にかけてたりするのね。本当に私は教育は呪文だなって思うんだけど、許せてないってことは自分が思ってる感情じゃないのね。
面倒くさがりで後回しにしてしまう自分が誰かに否定されたことがあるんだと思うの。あんたってほんと面倒くさがりだねとか、またこれも後回しにしてんのとか、わかんないけどね、なんかそういう風に常々言われてたことが多分あって、そういう自分はダメなんだと他人から教わったと思う。自分が自分の経験から、あー面倒くさがりで後回しな自分嫌いだなって思ったら、こういうご相談にはならないと思ってて、やっぱ人から投げかけられて染みついた呪文みたいなものってずっとモヤモヤ残るのね。自分から生まれた自己実現欲求みたいなものって本当に自分の心から生まれたものならモヤモヤしないものなのね。むしろ輝いているものなんだけど、他人から言われた完璧じゃないんだねっていう言葉って自分から出てきた自分への思いじゃないから、他人から投げかけられてるから本当の自分との差ができてモヤモヤしちゃうんですよ。なので、なぜ完璧な自分ではないといけないのか、何がそうさせてるのか自己理解すると、もっともっと深い意味で自分のことを知れて、知ることができれば、さっきの話で言うさ、 Mac を使ってホームページを作れるようになっちゃえば、そのことについて何とも思わなくなれるんですよ。そういう深い自分の心理っていうところまで自分を知ると自己肯定感が上がるっていうことが話したかったんです。伝わるかな？もし分かりにくかったらまたコメント欄で教えてください。ということで、お答えしてるうちにどんどん夜になってきちゃって暗くなってきちゃったんだけど、コメント欄を遡って見ていくと、既婚者で今幸せだけど婚活してるのかってくらいあかねさんの婚活動画好きで見てますとか、自分と向き合うきっかけになりましたとか、あとこの間もね DM であかねさんの婚活関連のストーリー YouTube 本当モチベ上がります、悩んでても確かにそうだなと自分がどうしたいかに戻ってこれる気がして本当にあかねさんには大感謝ですみたいに言ってもらったり、そういうコメントをいただくと動画でね伝えてよかったなと思うし、過去の私のような婚活迷子ちゃんって自分の進む方向だったりやり方を知らないだけだと思うんだよね。だから知ることができるか知らずに進むかで人生って変わってくると思うから、そういう過去の自分のような婚活迷子ちゃんを一人でも減らして心や人生がもっともっと豊かになれる人を増やしていけたらいいなと思ってます。そんな感じで多分今回の動画めちゃめちゃ長かったと思うんだけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。あのインスタの DM でいつも婚活相談送っていただけたら、なるべくストーリーでお答えできるようにするので、ぜひご相談もらえたら嬉しいです。そうだ、インスタの方の DM のご相談まだお答えできてないのが何個かあったの で帰ってるとねすっごい長くなっちゃったの。だから今度動画でおしゃべりしながらお返事していきたいと思います。てかさ、私スマホ変えたの。じゃん、私のスマホめっちゃ可愛いでしょ。新しいなんかあのギャラクシーの2つ折りのやつ、このケースが使いたくてこのバッグみたいな可愛いケースが使いたくて買いました。これあの肩掛けのストラップにして本当のバッグみたいに肩にかけて使うこともできるんですよ。であとね、この外カメで自撮りできるのがめちゃくちゃいい。全然婚活と関係ない話になっちゃったんだけど、じゃあ今度これのレビュー動画も YouTube ショートで撮ろうと思ってます。ではバイバーイ。